渡るの15万円返済計画。1回目の集金日に4万円しか返済できなかった渡る。2回目の返済は6万円となり、2ヶ月目突入から所持金はかなり厳しい状況。果たして渡るはいかに返済していくのか。おはようございます。渡るです。真っ暗だね。あ、今日あ、やっぱ7月なのか。やべー、遅刻、急がないと。渡る慌ただしく外出へ。7月7日で彼が向かう先といえばもちろんパチンコ屋。ギャンブルをしない人から見たら渡るの行動はもはや未知の生物。とりあえず最初に着席した台は3000円投資で移動。どうやらあまりいい台がない様子。起きたのが遅すぎたか、そう思いながら続いて向かった先は、渡るなんと安直な思考、7月7日でエウレカ7。そんなんで勝てるほどギャンブルは甘くはない。惨敗して悲しそうに帰宅するのが目に浮かぶ。それから2時間ほど伸び悩む渡る。やっぱボートもスロットも穴あてんとダメだな。そんなことを思っていると、お前の好きにはさせない。
一体何者なんだ。すると俺は、トゥルーズ来い、帰りだ。なんと渡る7月7日エウレカ7でフリーズ発生。この男やはり何か持っているのか。大事な場面でダメな男だった。それからしばらく打って昼食へ。
渡る休憩中もボートレースで約1万円勝ちで、ラーメンが届くまでにお代をタダにする。ここまでは完璧なクズ。いや、完璧な立ち回り。完食後戻って打ち始める渡るだが、休憩取ると調子悪くなるオカルトが発動して、何もできずに終了へ。エウレカセブンを打ち止めしたワタルは10スロの犬夜叉に移動していた。なぜここで定例と。だが良さげな台で気づけば、あれよあれよと。四魂の玉はもはやこの奈落。なんと投資5000円で3000枚オーバー。10スロなのが悔やまれるが、それでもプラス26,500円と20スロより多い勝ち分。お財布の中も充実して満足げに帰宅へ。よいしょと、帰宅してまいりましたよ。いや、最高の日だったね。ゆきち、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 5万宣言と、今日はですね、プラス琵琶湖11レースだったっけかな、こんな感じになっております。イエーイ、パチ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 。エールカはフリーズ、犬夜叉はエンディング、そして琵琶湖は2点外で的中と、爽快な一日を過ごしたワタル。所持金は次回の集金で十分完済できるほど増え、暇だからギャンブルしようとか思わない限り、2ヶ月で企画成功確実。この先渡るはギャンブル依存を起こさず返済に至るのか。次回、感謝の意を込めて。